なんでか、かなり見張りが手薄になってる。鍵はすぐ見つかった。けど、刀がどこにもなくてさ。こいつらに刀を取って、カリンはどこ行ったんだろう。探すか。敵の連携の手の内が分かってきた。僕は甘くない。どの方も強い忍びばかりだ。選んでやがる。ああ、こっちは行けるよ。手伝うって言ったくせにもうめんどくさいのかよ。いや、普段めんどくさがるのはお前だ。そのリーダーになることが僕の夢だから。忍び刀は代々受け継ぐ習わしだけど、今はヒラメカレイって刀が一丁だけで、今は正式にはほぼ存在しない部隊だよ。ダメだ、やはりいくら攻撃しても無意味だ。あの術は魂を封印するか、体を動けなくするかのどちらかで止められる。刀はちゃんと持ってきたようだな。サイレントキリングで音もない。耳でもダメだぞ。まずこの霧を何とかし。俺につなげ。円錐は影丸の術の力を緩くし、まずは俺の動きに委ねてくれ。はっ。ザブザを感知したら、影真似をつけた俺をザブザと戦い、奴の影を踏みつけ影を飛ばせ。その後マキが布縛りの術でザブザの体を動かぬように縛り上げろ。でさ、他にもいろいろ刀があってさ、切れ味最高の一本、雷刀牙の使い手リンゴ雨ゆり、全てを突き刺し、立ち筋に爆発の力を加えた爆刀しぶきの使い、スイカ山ふぬき、そしてそれら全ての七刀、新世代忍び刀七人衆の隊長であり、そしてもういい。あんなものより新しく作ればいいんじゃないのか。何にも知らないくせして、人を切り裂き人の血を吸い続けることだね。あれはよし、先手を取った。いける。ザブザをかばって飛び込んでくるとは。この子も、それを守るためには他はただの盾にすればいい。ザブザを、ま、この子ごと俺を切るつもりか。カカシ隊長、音も聞こえず、こうも見えづらいんじゃ。カカシ隊長はまだか。まさかザブザにカカシ隊長が切られたっていうのか。カカシ先生、また A ランク任務やるってばよ。ダメダメ、ま、もっと術を覚えて修行して強くなってからだよ、 A ランクなんての。人ってのは大切な何かを守りたいと思った時に本当に強くなれ。あのさ、カカシ先生ってばよ。感情のない道具ってやつだ。何が？あいつら敵だったけど、これっておかしいかな。いや、俺もだよ。あいつだ。よし、影縛りの術。
ザブザと吐く。こいつらの死に様もその一つだ。マキ、やれ。はい。よし、これで敵を目視できる。この術は許せない。サイ、次はお前の根の封印術を使う。ま、俺も熱くなるまで時間のかかる方だが、通りな通り暴れる。かかれ月空将。九剣砲撃沈。次から次へとキリがねえぜ。泣き言はいい。羊隊長、本部から連絡。数千隊が我々の足元を。